どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、このちっちゃいウクレレで、16ビートのアルペジオという弾き方の、練習の高レッスン動画をアップロードしたいと思います。この16ビートのアルペジオっていうのは、ガズレレではね、プログラムがありまして、初心者の方からどんどんこう積み上げてくれて、今回この16ビートシリーズでは第3弾目の動画ということなんですけど、はい、今ウクレレ練習中の方、まだウクレレって触ったことないけどやってみたいよみたいな方がですね、あっという間にできるそのプログラムの中の一環なんですね。もうちょっとしたらここにリンク貼るんですけど、このプログラムをね、最初から見ていただけるとですね、もう触ったことない方もどん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 ステップアップしてできちゃうよということで、もしね、初めてこの動画見てくださっている方がいたら、これ今言ってもらって、またここに戻ってきて、16ビートのアルペジオの練習をスタートしていきましょう。さあ、それではですね、16ビートのアルペジオって一体どんなもんなのか、ちょっと演奏してみます。こんな感じのリズムです。ワン、ツー、サン、はい。リズムなんですね。これなんかこう聞いたことある感じが、これはね、代表的な音楽ジャンルでいくと一応フォークなんですよね。フォークで、うん、デレデレデレレレデ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 レとかね、ねねねねねねねいっぱいあります。あとはね、カントリーミュージックでもよく使われたりしますね。カントリーロード。カントリーロード、Let me go, choose a place, I'll be there. とか、こういうのもかっこいいでしょ。この、テンって、ちょっと早いんですよね。で、これ、そういう意味では、こう、なんつうの、難易度は、高いっていうか、まあ、簡単ではないリズムなんですけど。で、まずちょっとね、基本前提なんですけど、この16ビートのアルペジオっていうのは、その、前段階にある普通のアルペジオを知っといてもらうとすごく話が早いんで、ちょっとここにリンク貼っときますけど、ここはちょっと見ておいてください。そして、まず普通のアルペジオができてからじゃないと絶対に16ビートのアルペジオできないので、まずこれ、アルペジオできない方はここの動画で、おさらいしてからまたここに戻ってきてくださいね。ちょっとね、今からちょっと拡大移してですね、この辺を移して、濃厚に解説していきます。そしてまたここに戻ってきますんで、じゃあ、場所を変えますよ。それでは始めていきましょう。はい。こういう風に今ちょっとウクレレ置いてみました。で、ここの表をちょっとこれ見てもらいたいんですけど、一応これおさらいをちょっとさせてもらおうと思います。さっきも言ったんですが、アルペジオの基本っていう動画すでにガズレレでアップロードしてますんで、概要欄のところにも貼っときます。もう一回今一度、普通のアルペジオの弾き方を分かった上でのちょっと一応確認ということで進めたいと思います。まず、こっち一弦ですよ。はい。このずっとちょっとこの照らし合わせてください。このずっとね、表と。はい、ここ一弦。2弦、3弦、4弦 OK ですね。はい。で、ここ1フレット、2フレットっていう風になって、ここ押さえると C ですよってことになりますね。はい。で、右手なんですけど、これもおさらいですよ。1弦は、中指です。中指。2弦は人差し指。もうこれ担当決まってますからね。3弦、4弦が親指です。はい。これはアルペジオのところの基本で、スリーフィンガースタイルでガズレレではおすすめしてますということでございます。はい。そしたらですね、このタブフっぽいこのやつを見ながら、まず1弦と4弦を同時に弾きますよ。じゃあちょっとコード C を押さえておきましょう。C を押さえておいて、1弦と4弦右手に注目。ポーン、同時に弾きました。次、ちょっとね、ここ見るとわかると思うけど、ちょっとスペースが空いてるんですよね。その次3弦、ドーン。次2弦、でーん。次4弦、ドーン。次、1弦、次、3弦、2弦。これを繰り返します。めっちゃゆっくりやります。せーの。たーん、とーん、たーん、4、1、3、2、1、4、3、2、4、1、3、2、1、4、3、2、4、1、3、2、1、4、3、2、4、1、3、2ですね。はい。これが基本なんですよ。ちょっと、ここの最初の1個の音と2番目の音がちょっと離れてますよね。これがキーポイントです。タン、トン、タン、キン、キン、クン、クン、タン、トン、カン、キン、キン、クン、クン、タン、トン、カン、キン、キン、クン、クン、タン、トン、カン、キン、キン、クン。はい。この右手の動きは、先ほど言ったアルペジオのところでも言ってますけど、今一度言うとですね、こういう この3つの指を使ってるわけですけど、この使ってない薬指とか小指を、こういうところにこう固定して、
あの動かないように固定させとくといいです。ちょっとよくここ見てもらうとこの辺に置いて、感じでここでこう動かないようにしてます。はい、これが結構、裏技です。この使わない指をボディのトップに置いてこうね安定させる手を。はい、じゃあもう一回ちょっとゆっくり練習してみましょう。コードは C を押さえていきますよ。ワン、ツー、サン、はい。これをコードを変えて、違う F だとすると、F を押さえてみると、次 G7。はい、こっちはね、コードが変わっても一応安定して変わってないという。これが基本中の基本なんですね。ただし、これ今すごいゆっくりやりましたけど、テンポが速くなると結構忙しいです。ちょっと早めにやってみると。忙しいよ。これね、この速さでやるときはもう力を入れてたら、まあ、まず弾けませんので、すごく力抜いて柔らかく本当に指先2ミリ3ミリをスッとこう引っ掛ける感じ。僕の場合爪を使ってないんで、この指先のお肉だけをこうスッと当てる感じですけど、爪を使う方も全然ありだと思いますよ。まあ、どっちにしても力入ってるとこのスピードが出ないと思いますんで、一個のフォークソングではですね、結構早いんですよ。長渕剛さんとかさだまさしさんとかね、結構16ビートのアルペジオの曲いっぱい出てくるんですけど、とにかく柔らかくスナップを聞かせるな。手だけ見てるとこれもう気持ち悪いっていうかね、オウムに出てくる、オウムに出てくるじゃねえ、風のタウンにのナウシカに出てくるオウムのね、口みたいになっちゃうんですよね、これ。すごいですよね。なんかクラゲみたいな、なんかすごいことになってる、あんまりここ見てるとね、なんか自分で吸い込まれちゃってね、うまく弾けないっていうのがあるんでね。はい。まず、まあ最初ゆっくりでいいんで。1、4、3、2、4、1、3、2。あ、今カズが言ってる数字は最初、1弦と4弦弾いて、3弦、2弦っていう、その数字は弦の数字です。1、4、3、2、4、1、3、2、1、4、3、2、4、1、3、2。これが基本です。これをちょっと何回か練習してください。で、今日はね、もう一個、親戚みたいな感じの表現なんですけど、ちょっと跳ねてるリズム、シャッフルでやると、もうちょっとかっこいいんですね。で、今ちょっとここ二つ、タブー法を並べるんですけど、見てもらいたいのは、今加えた方には、赤い点がついてますよね。ここをですね、引かないとかっこいいんですよ。そうするとちょっと跳ねたような、ちょっとふんわりした感じになります。上の段のやつは今やったやつで、4弦をね、1回弾いてるんですけど、下の段に乗ってるやつ赤い点になってるでしょ。赤いところ弾かないの。4弦を1回弾かないと、すごくなんかちょっと流れるように、リズムがね、ちょっと跳ねてるような、ちょっとね、なんかポップな感じになります。ちょっとやってみます、ゆっくり。なんかわかる？タントタトタトトタントタトタトトっていうのはさっきのやつ。こう今やったやつはタントトンタトトタントトンタトトふんわり感が増す感じ。ちょっとリズム跳ねてるイメージを持つといいかもしれないですね。完全なシャッフルで弾いちゃうと。この時も4弦に入れない方がちょっと川辺らしいですね。ね、でもあんまり跳ねなくても、はい、これでもすごく応用効くかなと思います。なのでこれ使い分けてもいいし、ガズはね結構この赤いところ引かないパターンの方が自分でやってて多いかなと思いましたけど、なんか漠然とガズのイメージとしてはフォークソングは4弦引いた方が、黒いところ引いた方がタンとタトタトタタン、こっちの方がフォークソング、例えば Am で弾くとね、あなたはもう忘れたかしら、こんなイメージなんですけど、この赤いところ、4弦の1回抜くところは、ちょっとカントリーとか、ちょっとソウルフルな曲の時は抜いた方がやっぱいいです。カントリーホーム、テイクミーホーム、タンタタタタ、抜いた方と抜く方と、まあ、好みだと思うんですけど、結構こう意識して使い分けると面白いかもしれません。じゃあちょっと抜く感じでゆっくりやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォのやつに戻って、今度弾くと、1、4、3、2、4、1、3、2。
はい。この使い分けをちょっと練習してもらうと面白いかもしれないなというふうに思います。これがですね、一応基本なんですね。なんで基本は、さっきも言ったけど、普通のアルペジオと同じなんですけど、ちょっとやっぱりこう16ビートならではのこの速さっていうか、点が増えるわけですから、ポイントがね。普通のアルペジオは、タントン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 、1、4、3、2、3、1、3、2、3。これが、タントタチタトタタントタトタトタ。はい。やっぱこう、なんつうのか、小気味良いですよね。このなんかこう、なんつうのかな、この、忙しくはない。なんかね、こう、こまごましてるんですけど、でもゆったり聞こえる。これがね、キーポイントだと思います。忙しくガチャガチャ聞こえてるってことは、きっと力が入ってて、うまくね、音がね、丸くないんですよね。やっぱ丸みをイメージして、やっぱウクレレですからね、あまり角が尖ってるより、丸い方がいいと思います。低い位置も結構大事で、こっちに行けば行くほどちょっと硬くなっちゃうんで、まあ、このあたりがいいかなと、サウンドホールのちょっとこの辺。でも案外、こっちに引きずると柔らかくて、テンションがね、ちょっと柔らかすぎて引きづらいっていうのがあるんで、ちょっとこの辺のくらいのところで、いろいろ場所を変えてやってみるのがいいというふうに思います。はい、それではね、さっきのスタジオに戻ります。はい、いかがだったでしょうか。もうね、ここドアップにしてね、映すとすごい分かりやすかったんじゃないかなというふうに思うんですけど、このリズムってどんな曲でも4分の4拍子の曲だったら、なんていうの、演奏できて違和感なくてね、なんか雰囲気もガラッと変わるんで、いろんな曲で挑戦してみてもらうのもいいかなと思います。例えば、なんでもかんでもみんなでもいいし、なんか とんでもなくその違うジャンルの曲でも、この16ビートのアルペジオを使って、なんかこう独特のカントリー感とかフォークっぽい感じを出すのもすごく面白いかなというふうに思います。そしてですね、一応ね、ガズレレ YouTube チャンネルの中で、16ビートのアルペジオの曲ってどんな曲あるんですかっていう質問に答えようと思うんですけど、質問きっと来るなと。はい。じゃあ、ちょっとこれ出しながら説明します。まずトップページのここの YouTube 完全ガイドっていうところに行ってください。はい。そしたらですね、次はね、ガズレレ動画を探そうっていうところをクリックしてください。僕も今一緒に動かしてます。下の方にちょっとくるくるスクロールしてもらって、サーチムービーのところをぐるぐるっとしてもらうと、使うテクニックから探すっていうところの三角、詳しく探そうしてもらいます。そこに、3連じゃねえや、16ビートのアルペジオっていうのはあるんで、そこをポチを押してもらいます。そして一番下に行って、この内容で検索を押してもらいます。そうするとこんな感じでずらずらとこの16ビートのアルペジオでがテーマになっている曲が出てくるんですけど、ウェイバックホームとか、バンリーの川とか、スタンドバイミー、スタンドバイユー、平井大さんとか、さよならから、越冬ツバメ、演歌もですね、この16ビートのアルペジオ結構多いです。16ビートのアルペジオです。演歌もあったな。これもいいですね。あと、いっぱいある。夏祭り、長渕剛さんの夏祭りとかね、エメの片思いとか、福山さん、福山雅治さんの虹とか、いっぱい出てきますから、この中でね、テーマソング皆さん好きな曲探してやって、あ、これもあったよ。特別じゃない。愛さんのね、みんながみんな英雄という曲だったり、まあいろいろ結構ね、16ビートのアルペジオって、まあ応用で、すごく跳ねてると、なんかこうファンキーな感じになるし、フォークみたいにやると跳ねずにこうやるのもいいし、カントリーっぽくもなるし、演歌にも持ってこいとか、はい。結構登場します。で、これ知っとくとね、結構いいんで、まあいつ、手の力抜いてね、これ早いんで結構テンポが。やっぱり力入ってるとね、もうバキバキになっちゃう。優しく、ちょっとつまびく程度。はい。そういうわけで本日は16ビートのアルペジオの濃厚解説レッスン動画となりました。はい。一番最初の冒頭でも紹介させてもらったんですけど、これウクレレが弾けるようになるプログラムね、最初からこうずっと見てもらって、もうそれ見てるだけでもどんどんね、いろんなこうリズムとか身についちゃうんで、それにガズレレに取り上げられてるもう1600曲を超える、課題曲、自分でこう選んで、16ビートのアルペジオとか、いろんな弾き方で挑戦してみてください。はい、皆さん、これちょっとガズレレ .com、ちょっとご覧になってくださいね。ここ見ていただくともいろいろ詳しくわかるんですけど、この使ってるウクレレだとか、キャップだとか、この T シャツだとか、水引きだとか、あとガズクラブとか、ガズレレ大学とか、もういろいろなコンテンツがあります。とにかくホームページ見るといろいろこと細かく書いてありますんで、ぜひともチェックして楽しく音楽、ライフ。やっぱ音楽聴くより、やる方が楽しいということで、よろしくお願いします。それでは、さようなら。